今回は鶴見第6弾ですね。まずは鶴見東口の京急近くにある中華料理屋光華園さんですね。こちら確か7時ぐらいから朝の4時ぐらいまでやってたんですよね。今はちょっと何時までやってるか分かんないですけど、前は結構ね遅くまでやってたんで、よく仕事終わりに来てました。以前ね、なんかねでっかい外国人の人がね暴れてたんですよ。それをちょっと外に出して、追っ払ったらなんかありがとうってことで行くたびサービスしてくれるんで、なんか行きづらくなっちゃって、それ以来ねちょっとね来なくなってたんですけど、久しぶりに行ってみました。まずはビールからですね。こちら僕的おすすめが豚耳の冷製、これめちゃくちゃ美味しいんですよね。もうここ来たら必ずこれ食べます。本当これね酒のあてにめちゃくちゃ良くて、本来だったらこれ一皿でビール何本か飲んだり、途中からチューハイにしたりとかねするんですけど、最近はね、一人飲みあんまりしないので、食事の前の軽い一杯っていう感じですかね。そしてこちら中華丼ですね。この日はねビール1本で中華丼食べて帰りました。ここの中華丼ね結構美味しいんですよ。あとこちらおすすめなのは、チャーハンもすごい美味しいんですよね。あとはレバニラとかあんかけの片焼きサバみたいなのがあるんですけど、それも結構美味しいんで、ぜひぜひ食べてみてください。こちら結構ね夜遅くまでやってるんで、使い勝手はいいと思います。ただね昼やってないんでね、タイミング的に難しい方もいらっしゃるかと思うんですけど、鶴見でおすすめの中華屋さんです。そしてこちらはね、もう噂になってると思いますけど、閉店間近と言われているラーメンショップさんですね。6月いっぱいって言ったかな。ちょっと僕は直接聞いてないんで、確証を持ってはないですけど、いろんな人が裏取りされてツイッターとかでアップされてるんで、気になる方はいろいろ探してみてください。なんかこの日は閉店間近だったからなのか、牛田祭りがあったからなのかわからないですけど、やったら混んでましたね。ちょっとおじいさんきつそうに目上げしたので、ちょっとかわいす、なんか辛そうだなって感じはあって、なんかしょっちゅう行くのもどうなのかなと思っちゃって微妙な感じになりましたけど、でも相変わらずねちょっとしょっぱいんですけど、すごい美味しかったです。またねあと1回か2回行きたいですね。こちらは、鶴見の西口のガード下にある王将さんですね。こちら家が近いんでね、嫁さんがもうちょっとご飯作りたくないっていう時なんかはちょいちょい使わせてもらってます。なんだかんだ言って餃子だったら鶴見で一番欲しいんじゃないかなって僕思っちゃうんですよね。この日はね同じ飲んだくれ会のメンバーの、川崎いいとこ 3M さんっていう、YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、その人がライブ配信したんでね、ずっと見てたら嫁さんがもう食事がないのってブチ切れて、あ行きますって言ってライブを泣く泣く途中で見るのをやめて、ここに食事来ました。なんだかんだね結構美味しいんですよ。でなんか王将ジャストサイズって言って、普通の量よりちょっと減らしてくれてる量があるんですよ。それがね僕的にはちょうどよくて、いろいろ食べれるんでねよく頼んでます。あとこの天津チャーハンもうバチクソうまかったですね。ちょっとおすげえと思って嫁さんと2人で喜んで食べましたね。これはね、こちら東口の鶴見銀座の外れにある北の麺森内さんですね。
以前できたばっかぐらいの時に、スパイシーラーメンっていうのを食べに来て、まあちょっとスープカレーラーメンチックなやつでした。でまあちょっと時間が経ってたんで、またちょっといろいろ変わってるかなと思って、今回食べに来ました。店内はね、綺麗でね、スタイリッシュな感じで、とてもいい雰囲気です。今回は味噌ラーメンを食べてみました。ちょっと固めのポキポキ麺がちょっと好みは分かれるかなと思いましたけど、まあまあそこら辺は含めて、まあ、バランス的にはいいのかなと思いましたね。チャーシューがね、結構美味しかったです。生姜がね、業務用なのかチューブ生姜なのか分かんないですけど、そんな感じチックだったのがちょっと残念でしたかね。そしてこちらね、西口のラーメン屋さんは基本的にすぐ閉まっちゃうので、夜遅くまでやっててくれて助かってる、豚山さんですね。僕豚山さんレギュラーがちょっと物足りないなっていつも思ってて、あんま食べてなかったんですけど、味噌っていうのがあるのを知ってからは結構味噌入れるとコクが出てきてね、ちょっとね美味しいんで、気に入ってちょいちょい深夜来てたんですけど、なんかね味噌はね冬しかやってねえって言われてマジかと思って、やっぱレギュラー久々に食べたんですけど、やっぱねちょっと物足りない感じなんですよね。だから味噌の復活を待つまでちょっとこれがね当分、お別れかなっていう感じがしますけど、まあでもまあ結構夜遅くまでやっててくれてありがたいラーメン屋さんなんでね、また使うと思います。今回は、鶴見第6弾をお届けさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。